皆様、書家の金色辛坊です。同じく書家の関根五牛です。この度、オンラインの教室を始めました。実は教室はすでに始まってるんですよね。はい、月1回ですね、第1金曜日の11時から1時間、講座がすでにもう4月から始まっております。オンラインで書道って学べるものなの？という疑問を抱く方も多いかと思いますが、いかがでしょう？はい、大切なのは目習いです。見て聞いて学ぶのがメインの、講座となっております。さらにズームで画像がつながっている方には作品を見せていただきまして、ちょっとしたアドバイスなどもさせていただいております。受けたいけど時間が合わない、そういう方はどうしましょう？大丈夫です。そんな方のために見逃し配信を、講座終了後ご覧いただくことができます。講座の内容はどんな感じですか？はい、こちら、講座の内容はですね、この書道日本という教書雑誌を教材に解説を進めていきます。この中はですね、いろいろ漢字ですとか私文書、かな、実用書道、それから硬筆、創作、もういろんなこと、さまざまなジャンルをね、見て学ぶことができます。いろいろと幅広く学ぶことができて、実はお手伝いをしている私もとっても楽しいです。まだまだ迷っている方々のために、8月6日それから9月10日なんと1回体験オンライン講座を企画いたしました。もちろん見逃し配信もついてます。素晴らしいですね。でもこの教書雑誌がない方どうしましょう？ご心配には及びません。なんと今回体験にお申し込みいただいた方には、特別にこの雑誌をお送りいたします。素晴らしい。というわけで、いつもですね、我ら2人はですね、今やってるのはこっちですね、晴天、大河ドラマなどで役者さんにご指導させていただいておりますが、こんな我々がですね、画面を通して皆様に書道の楽しさをお伝えしていきたいと思います。詳しくは概要欄もしくは NHK 青山教室にお問い合わせください。それではどうぞよろしくお願いいたします。